大谷隆義は、和歌山県出身の実業家、日美創業者。宝石卸を本業として、日本の宝石王と呼ばれる一方、製材寛解やアンダーグラウンドの世界に、隠然たる力を持ち、小玉吉浦と並ぶ、戦後最大級のフィクサーと称された。特に、元首相の福田赳夫とのつながりが強く、福田の陰に、大屋ありと言われた。 公の場にはあまり姿を現さず、代々木上原に千坪の豪邸を構え、十数人の使用人に囲まれて過ごしたため、謎のフィクサーとも呼ばれた。大谷が保有していた肩書は、主なものだけでも、裏千家最高顧問、蘇合最高顧問、松下電機産業特別客員、産経新聞社顧問、毎日新聞社筆頭社友、大阪産業大学名誉総長などがある。また、 マスコミからは、最後のフィクサー、闇の帝王、日本の宝石王、代々木の海婦王、日本の政財界の裏側で、最も気になる人物などと呼ばれた。義理の重帝である、少子慶次郎を通じて、福田夫を筆頭とする多くの大倉官僚や政治家と知り合う。その人脈を活かして、宝石賞としての地位を、不動の者のとし、日本宝石クラブの会長職に就任。 また、作家の吉川英治の勧めにより、長女の京子が、浦仙家十四世戦喪失の三男、光彦と結婚。売借人は、吉川夫妻と福田夫妻が務めた。この婚姻を機に、光彦の母方の親戚である旧三和銀行、元会長の渡辺忠夫や、浦仙家と婚姻であった、松下幸之助と親交を深めた。 なお、裏千家十六世以前喪失が様子ない新王を、夫人として迎えたため、三笠の三宅とも、登園となった。さらに、元首相の田中角栄や、国際工業創業者の佐野賢治、祖豪元会長の水島広浦と婚姻にするのみならず、戦後最大のフィクサー小玉吉を、山口組三代目、組長、田岡和夫、当政会会長、町久幸ら、 アンダーグラウンドの世界にも顔が聞いた。虚栄中は若い頃に大谷のボディーガード兼運転手をしながらフィクサー業の修行をした。後に大谷先生の下で働き大人の恐ろしい世界を知ったと述べている。上述の肩書きの多くは、生在感官やアンダーグラウンドの世界に対する大谷の絶大な影響力を頼り、経営危機からの脱出。 暴力団や総会屋からの防衛等を望んだ企業側が提供したものである。ジャニーズ事務所の社長、副社長であるジャニー北川、メリー北川氏邸が終戦前に帰国した際、親戚にあたる大谷のもとに身を寄せ面倒を見てもらっていた。大谷が死去した際、葬儀委員長は福田武雄が務めた。長男の吉右は高吉同様に、 宝石卸業や貸しビル業を営み、生材官会の有力者や、俳優の藤田誠と、プロゴルファーの青木伊佐を、杉原照夫など芸能、スポーツ界の著名人とも信仰を深めた。長女の大谷京子は、1957年のミスユニバース日本代表であり、その後、日々の事業を継承して、同社社長、会長を歴任した。現在は、大谷博美が当主。 高吉が保有した企業や数多くのビルを継承すると、共に、裏、千家の一族として、茶道界の振興発展に尽力している。ありがとうございます。